様です。コインゲッコでございます。本日は8月8日朝5時ですね。えー、それではマーケットの方を見ていきます。いつものように左上からです。えー、ついにね、コインゲッコに上場しているコインが1万5000を超えまして、1万5000飛んで18になりました。今年だけでもかなりの数のコインが新規上場、つまり ICO したということになりますけども、ただ残念ながら、毎日のようにこうやって ICO が行われてますけども、 YouTuber とかインフルエンサーはあんまりこういうことはね知らせませんね。で、たまにやるとすれば全然当たりもしないおかしなプロジェクトのコインの ICO 情報を流して多くの資金を集めて上場しても値段がつかずに逆に値崩れしてそこで言うことはいや、長期で投資は見ていかないとみたいなね。それはセールスするときに言ってくださいって話ですよね。だからね、セールスで ICO を訴えかけるインフルエンサーや YouTuber も下手だし、それを受け取る人も、やっぱり同じような、うん、まあ、レベルと言ったらね、失礼な言い方になりますけども、巻き込まれちゃダメですよってことです。で、だって、こういう風に見てみれば、別にね、インフルエンサーが知らせなくても、毎日2個とか3個とか5個とか10個のコインが上場してることがね、明らかにわかるわけですよ。 その中で特定の声を取り上げてこれが爆上がりしますなんてのはプロジェクトの内部にいる人しかわからないわけですし大体ね上場して爆上げするなんてことが上場前にわかりませんからねでそれはプロジェクトをしてる人だってわかんないですよ少しでもたくさんの人が上場後に買ってもらえるようにと思って、まあ、情報をね出したり引っ込めたりしてるところになんでプロジェクトに関わってない人がね 上場したら爆上がりするっていうことを喧伝して上場前に購入者をたくさん募ってしまうのかなと上場前に売られてしまえば上場後に買う人はいなくなるっていうのはこれは誰でもわかることだと思うんですけどどうでしょうかねまあですんで上場後に爆上がりするコインっていうのはあまり知られてなかったコインなんですよはいそして取引所の数これも増えまして1169になりましたなのに時価総額は300兆円をね下回って 全然これを超えないわけですよ。まさに暗号通貨危機の時代です。2024年はビットコインの半減期が来るから大きく値段が変わるかもしれないですよっていうふうに今年の前半で言ってた方、だんまりじゃないですか。のね、半減期だからどうこうってね、当てにならないですからね。そんなことで価格は上がりません。ただし、 半減期が来るから上がるかもしれないってことで、今年の前半430兆円をなんとかね、時価総額で付けたのは事実です。だからその時が売り場だったわけですよ。多くの人はそこで買っちゃったでしょ値段が上がってるっていうので、上がってる時に買ったらダメなんですよ。今みたいに下がってる時に買わないといけないんですよ。でも今みたいに下がった時に買う度胸、そして資金はほとんどの方にありませんね。不思議ですよね。値段が高い時には、こぞって買う割には、 バーゲンセールになった時には買わないというね。うん。普段の暮らしでバーゲンのものばっかり買ってしまうと安物買いの税入たちの市内になりますけども、投資とか転売っていうのはね、まあお金の転売っていうのは安い時に買わないと勝負にならないですよ。ということでね、暗号通貨にこれから参入される方は、今295兆円の時価総額ってことはかなりお買い得な商品が並んでますよってことです。私がよく言うマーケットの基準ですけども、 400兆円を中心にして370兆円が安値430兆円が高値ここが正しいマーケット設定でこれよりも上のフェーズに行くかどうかって話をしているわけですよそう考えていくと今はそこから100兆円以上も下回ってるわけですしかも上場したコインが増えたのにですよそのぐらい暗号通貨に込めていた資金がもう決済しないと 他のお金が足りないよっていうふうな余剰資金のない方が今そぎ落とされたっていう状態になってますこれが今回のまとめですさあ考察入っていきますビットコインのドミネーションは53.7%になりましたビットコインを買う人っていうのは大体余剰資金がしっかりある人ですね余剰資金がない人はアルトコインの二足三毛のコインを買ってそれが100倍1000倍になることを見込むわけですよで実際にならないわけですよね 次、イーサリアム、ドミネーションは17%が理想値なんですけども、今14%ということで、冴えてないですよね。イーサリアムにつきましては、値上がりを意図した人が購入したんですけども、まあ今はね、だいぶその人は手放したのかなってところです。はい。で、やっと個別銘柄に入っていきます。ここでやっと個別銘柄ですよ。だから5分ぐらい考察した上で、やっとこっちに来れるわけですよ。ビットコイン800万円ね。いいとこでしょうね、ここがね。 1100万円時代ってのは一体どこ行ったんでしょうかそしてビットコインはいつ1億円になるんでしょうかはいイーサリアムですけども34万まあこれはね45年前の水準ですねうん45年前だと50万に行くかな行かないかなってとこで20万円前後をうろうろしてましたそこから考えるとやっぱりイーサリアムってのは20万円以下が最後の仕込み時だったと思います最後の仕込み時ね はい、リップルです。リップルも踏みとどまってくれたんですけどもお、40円から60円が最後の仕込み時だったかなというところでございます。まあ、リップルに関しましてはね。 昨年、SEC の初層がありまして、えー、最初の1、2、3ヶ月で購入した方は、6月ぐらいに折り駆け、つまり倍額になったところで売り抜けることができたと思います。それはもう細かく私も放送しましたんでね、1、2、3月に購入することをお勧めして、6月に倍額になったときに決済することをお勧めしました。まあ、それ以来、リップルの話題に触れることはなくなったわけですけども、まあ、これが最後のチャンスだったんじゃないですか。はい、次、カのダノです。いやー、カのダノ、厳しい戦いを続けております。 80円だの、90円だのってのがね、今年の前半では踊ったわけですけども、今はそこから考えて半額になってしまいました。寂しい。そして、芝犬です。0.0014円以下で買いましょうって言った、その価格を下回ってはいませんけども、もう、芝犬を私の呼びかけで1月に買った方は、決済日も私はお知らせしましたんでね、決済は済んでると思いますので、今更芝犬のコインをね、眺めたところで、損をすることはないでしょうってことです。はい。まあ、もしね、 あの時決済してない方、今決済するのも一つの手ですよ。だから結局ね、いつまでにいくら利益を取りたいのかっていう、この目標設定がない時に、投資なんてやるべきではないですよ。ね、投資ってのは、いつかお金を取り出して、そのお金をどういうふうに使うのかっていうふうな目的があるから、それに応じた金額を割くわけでしょ。そういった計画ってできてるでしょうか。ただ世の中の羽織や、インフルエンサーの なんか動画ね。そういったものにつられて買ったり売ったりしてたんじゃ無計画で単なる博打になりますよってことを繰り返し申し上げております。それでは今回以上です。